はい、ではちょっと2回目になるんですけども、ごめんなさい、僕大事なことを言い忘れてしまったので、もう一回、YouTube の、動画を、回させていただいております。こちらですね、21AW の、別注ですね、リコールの別注の、ブートレグ、あ、違う、ごめんなさい、ブートマーケットベースボール、ブートマーケットバンダナベースボールシャツになります。はい、でですね、今回の、インスタライブ見てる人全く同じことを2回聞いてる羽目になってると思うんですけど申し訳ないです。今回、こちらを、作った理由としては、他の商品キャップとかも、そうなんですけれど、ブートレグをベースとした、別注のアイテムを作りたいなと思っていて、でこれもそれがベースになっています。でこれは何かというと、このですね、柄です。柄、ちょっとね、ブランドの名前は声に出して喋ることはできないんですけど、これですね。で、要は、架空の話なんですけれども、ブートマーケット、要は偽物を売っている、市場で、あまたのたくさんのブランドをの、偽物を売りさばいて、お金儲けをしている、ギャングがいましたと。これ架空の話です。ギャングがいましたと。でそのギャングたちが、着ている、ユニフォーム的なベースボールシャツを作りたいって言って作ったのがこちら。だから、ね、皆さん見たらわかると思うんですけど、本当に数えきれないほどのあれがこの記事にあれしていて、要はそれが、そのブートレグの、ギャングたちが売ってるブートレグでできてますよっていうストーリーを僕が勝手に作り上げたです。でですね、その普通のベースボールシャツだと、まあ、1枚で着るのが普通だと思うんですね。で、もちろん、あ、で、ごめんなさい。やばい、また言い忘れ、動画用に、これですね、ブランドのシグニチャーの金具、背中に入っております。はい。で、パイピングですね。パイピングも走っております。こちらですね。パイピング。で、カラー、これは分かりづらいかもしれないですけど、一応、ブラックです。ちょっとネイビーっぽいブラックなんですけど、ベースの生地は。で、もちろん今みたいに T シャツの上、1枚で着てもいいんですけど、やべ、スタイリングまたやんなきゃいけないじゃん。1枚で着てもいいんですけど、あ、で、あ、もう、やばいやばい、めっちゃ下ってるぞ。説明したいことが多いんや。これですね、特殊なパターンで、これ広げると分かるんですけど、バンダナ、要は正方形みたいなパターンなんですよね、身頃が。こういうふうに。本当にバンダナ1枚を、こうシャツにしたっていうようなディテールになってるんですね。こういうふうに。で、1枚で着てもいいよっていう話の途中だったと思うんで、1枚で着ます。で、1枚で着ると、今時期とかは、本当にタンクトップとか、T シャツ1枚で合わせて着ていただきたいなと。で、サイズフリーサイズになっております。はい、こんな感じですね。で、見ての通り身幅がかなりあるのと、アームホールですね。アームホールかなり太いと思います。で、これ理由があって、アイテムとしては、シャツ。なんですけど、僕としてはですね、シャツにとどまらず、さっきも同じような言葉を言ったんですけど、足し算のアイテムではなくて掛け算のアイテムで、これは作ってます。どういうことかというと、 T シャツの上だけじゃなくて、まあ、コートとこの後着るんですけど、コートとかフーディーとかニットとか、ブルゾン、秋冬これからいろんなお洋服着ると思いますし、皆さんのクローゼットに、いろいろ、ね、アウター類とかニット類、パーカー類入ってると思います。それと、合わせてほしい、そういう、オールマイティな、組み合わせをしてほしいという思いで作った
アイテムになります。だからただのシャツって言われたら、まあただのシャツなんですけど、それ以上の可能性を僕は持ってるアイテムだと思います。でいろんなスタイリングをこれからお見せします。テンパってるね2回目だから。まずフーディーですね。フーディーの上からこんな感じで着ていただいて、こんな感じですね。はい、こんな感じで着てもいいかなと。で今日ね、インスタで上げた、コーディネート僕すごく気に入ってて、コートの上から着てもすごくいいなと思ってます。これ待って失敗して2度目だからすいません、本当に同じ映像を見せられている方は申し訳ない。これカニッツァのコートなんですけど、こういうコートの上から着てもいいよねと。でさっきと全く同じこと言うんですけど、なんでカニッツァのコート着たかっていうと、スタイリング的にも僕いい感じになりそうだなっていうのがあったんですけど、カニッツァのコート自体もかなり身幅があるのと、アーモール太い、でもこの上から着れるということは、まあ、ほぼ大体どんなアウターの上からでもこのシャツが合わせられるよねっていうのを証明をしたいっていうのもあって、このスタイリングをしたというわけです。さっき散々このスタイル、この攻めたスタイリングいいよねっても散々騒いでばっかりなんで、ちょっとテンション低めで、テンション低めというかテンションを落ち着かせてスタイリング見せようかなと思います。だから秋冬本番、半袖のシャツですけど、こういう着方で、コートとかと合わせてほしいよという思いで作りました。でも何度も言うけど、やっぱこのスタイリングかっこいいですよね。何度も同じこと言って申し訳ないですけど、こんな感じです。アウターの上にニットのベストとかレイヤード流行ってると思うんですけど、僕は今季はシャツを着てレイヤードしてほしいよというご提案になります。はい、で僕がさっき言い忘れた大事なことは、ちょっと待ってくださいね。結構しかもない、大事なこと。ありがとうございます。めちゃくちゃかっこいいですよね。そう。だから、なんか、まあ、正直な話、正直僕はまあ嘘つけないんで、はっきり言うんですけど、ただのシャツって見ちゃうと、8万かよ、高えじゃんって思う人もいるかもしれないし、全然その考えは間違ってないと思うんですけど、なんかそのただのシャツじゃないんだよっていうのを僕はどうしてもこう、皆さんにお話したくて。で、まあもちろん、生地一から作ってるっていうのと、パターンも、パターンっていうかその、布、生地のデザインとは、生地を作って、で、それをね、まず布にするんですけど、このシャツがその布の形じゃできなかったから、もう一回作り直してもらってるんですよ。このシャツのためだけに。だからそういうので、ちょっとコストが上がっちゃってるっていうのがあるんですよ。だから、すいません、決して安くはないですけど、めちゃくちゃね、スタイリングの可能性が広がるアイテムだから、僕はもうすごくおすすめですと。言いたいのと、はい、大事なこと、結構大事なことだから本当にね、なんでお前それ忘れたんやって多分怒られるな。
こちらですね、シャツなんですけど、付属の、パーツが付きます。ちょっと待ってください、ボタンを。こちらですね、付属のこのシャツなんですけど、これ単品ではなくて、実はじゃじゃん、こちらです。オリジナルの、特製刺繍ワッペンがつきます。これ結構大事なことだよね忘れてたけど、めちゃくちゃ大事なことだと思う。まずこれでしょ、これね、一個ずつ見せます。次これこうかこれ、これでラストがこれ。でこれをこれあのアイロンでつけれるように、あのこれ表で、こっちが裏なんですけど、こっちが表でこっちが裏なんですけど、あのアイロンで熱圧着できるようになってるんですよ。だからこれで何をしてほしいかっていうと、もうご自身の好きなところにこのワッペンをつけてほしいんですよ。どこにつけてもいいです。だから胸につけてもいいし、後ろにつけてもいいし、だから3つ、3つ、例えばこういう、こういうわちゃわちゃみたいな感じでつけてもいいしっていう、これはだからお好きなとこに貼ってくださいよというワッペンで、このワッペンねめちゃくちゃ高いんですよ。これ作るのがすごく大変なんで、すごくだからいい、このワッペンだけでも売り物になるぐらいのクオリティなんですけど、これが3つ、必ずついてくるので、それをお好きなとこにつけてくださいよというのをさっき言うの忘れてました。これ結構大事なことでした。すいません。以上になります。こういう胸とかね、つけてほしいなと思います。よし。完璧だ。で、サイズフリーサイズになっております。サイズフリーサイズでお値段が税込み8万8000円。やっております。はい。それでは。リコールの別注の紹介でした。ありがとうございました。